神奈川ビジネスアップ・トトゥ・デ倒産寸前の町工場が宇宙ビジネスへ挑戦そんな話題のドラマや小説の世界をリアルで展開する茅ヶ崎の雪精密を特集1950年ネジ工場として誕生した雪精密は公衆電話の部品製造で大きなシェアを誇ったしかし徐々に需要は減少 2001年頃には倒産の危機を迎えた生き残りをかけ挑んだのが航空宇宙分野への進出金属加工の技術力は高く評価され今や海外からも受注を受けるイノベータータ企業へ町工場の閉鎖が相次ぐ時代に雪精密はどのようなプロセスで改革を成し遂げたのか。 スタジオに迎えるのは航空宇宙医療分野への参入を決め雪精密を飛躍的に成長させた3代目大坪正人社長。独自の発想で改革を続ける大坪社長に経済ジャーナリストの内田裕子が迫る。 結城精密さんは、はい、まあ非常に話題になってる会社さんで非常に厳しかった中小企業からですね、うん、あのこの前 JAXA のね、うん、あのコウノトリあの宇宙ステーションから帰ってきたっていうそのね 部品の中にしっかりとこう取りとと取込まれているといるう、ものすごいレベルの高いものづくりをされているところまで復活したっていうのが一体どんなご苦労なり紆余曲折なりがあって会社をここまで立て直されたかっていうお話を聞いていきたいんですけれどもまずですね社長がですね自分の会社に入る時その会社の状況っていうのはどんな状態だったんですか、はい、元々がネジ作っっててる会社で、で主にですね公衆電話の部品をやってたんですよ。 私がまあ、雪精密戻ってきた2006年になってしまうと、部品の交換とかも。まあ、みんなもう携帯電話使っているので、逆に減っていく一方で、ほとんどもう供給がなくなってしまって機械がほとんど動いてない状態で、まあ、人もやることがなくなってしまって。まあ、これからどうするんだろうっていうような状態だったんですね。もう会社は危機的な状況で。で,でも、やっぱり会社を継いだっていうのはどういう。そうですね。都合っていうよりは、うん、あの、親の会社を何とか立ち直したい。 っていうそのもともと後継者としてずっとこれまで生活してきたわけでもないですし、まあ、親とか、まあ、祖母とかはとにかく中小企業やらない方がいいよもう大手のメーカーに行った方がいいって、まあ、言われて育ってきたんですね、まあ、苦労するのは分かってたんで,でそんな中でベンチャーに行ったんですよ最初は。ものづくりなんですけどものづくりをいかに IT 化してやろうかとかそういったところに行ってて親の会社が危ないってなった時に。 昔ながらのものづくりをしている会社に私がその前にいた会社でやってたやり方とかを持ち込んでいくと、まあ、復帰してくれるんじゃないかなと思ってでも実際、まあ、現場を目の前にしてみるとですねあこれは大変だなと思ってやはり量産産業っていうのが世の中はどんどん減っていってしまいますし、まあ、ちょっと営業活動したからって、まあ、こういう金属の細かい部品を作ってるものっていうのが さっとこう売れるわけでもないですし、根本的に何かを変えないとあのどうにもならない状態。あの神奈川県の中で今企業って二十万社あるんですよ。そのうちの九十九点七パーセントが中小企業じゃないですか。で、今もう後継者問題がもう非常にねあの露呈していて、日本の人口が一億を切ってくるっていうことが予想される中で、このまま放っておいたら企業数は まあそういう中でみんな危機感を持って、うん、じゃあ業態転換をするんだと会社を新しい時代にフィットさせるようにするんだっていうことを考えた時に、はいうん、まず何が大事なのかっていうところで、うん、今までの仕事とか技術っていうのが何に生かせるのかっていうその展開能力というかが必要かなとは思ってましてこれはもうどんなことやっても必要かなと思うんですよ。今 このビジネスをやってますでこの技術って元をたどると何が強いんだろう,もう何でそのうちの会社だからそれができるんだろうっていうところをこう掘り下げていくと多分まだ他にもでできるることとっっていっぱい出ていいぱ出くると思うんですね私たちの場合はあのもうがむしゃらに飛行機やりたいって言って飛行機の展示会にいきなり持ってったんですよ。やり方はいろいろあるとは思うんですけれどもまず技術の強いところを見つけてそれをこうどの分野に持っていくかでどうやって展開していくかってところですかね。 会社に戻られて、自分の会社のコ,アコンピタンスは何だと強みは何だっていうふうにいろいろと考えて考えたと思うんですけども、うんはい、何を発見したんでですすか、えー、有機生物の中のすそうですね、まず社内であの強みは何だろうっていうので、まあ、ヒアリングとか意見を聞くわけですよね。で、まあ、私の父が当時社長で、まあ「うちの会社何が強いの?」っていう話をしても。<laughs> まあ 彼らにとってみれば今やってることは当たり前のことで第三者的な評価ができないわけですよね。で今お客さんに聞くしかないなと思って何で雪清水に出してるんですかっていうのをこう聞いたわけですよ。でアンケートも取ったりとかして、まあ、そうするとやはり安心して出せるとか信頼があるで下請け会社の中での表彰をいただいたりとかしてたりするんですね品質がいいということで。品品質質ががががいいいいんんだっていうで品質がいいことが売りにでできるんでそれが その価値を認めてもらえる業界に行くしかないと思ったんですね。そうなると、もう実は結構限られてきちゃうんですよね。で、やはり人の命を預かるところ、まあ航空機、旅客機もそうですし、あと医療機器とかもそうですよね。例えば衛星とかって一個の部品が壊れたら、それこそ百億とかの投資が吹っ飛ぶわけですよね。でそういうところには必ず品質がいいものを使いたいはず。自分たちの製品の強みを、うん。 こう本当に的確に理解をしてアプローチしていくっていうことですけれども、それはある意味最初は今までやってなかった世界へのアプローチですよね。ここで苦労されたっていうようなことはありませんでしたか？そうですね。実はその私たちネジとかこう金属部品こういったような部品ですね。あのシャフトだとかネジとかこういった金属の細かいものをまあ精度よく作るでこれっていうのは実はあのどの業界でも同じような部品が使われてて売る先が まあ、電気業界から飛行機になったりとかするわけですよね。そういうとこなんで、実は大きく全部を破壊して新しく作り変えようってことは全く考えてなくて、従来の技術の生かす先を増やしていこうっていうようなスタンスなんですね。なんで今でも当時のエースでやってた。加工技術の人は今でもあの現場であの目を光らせて頑張ってますしそういう彼らがやってきたことっていうのを評価をして、さらにそれがもっと生きる業界に展開していきましょう。っていうことで。 壊して、上に新しい技術を乗っけたってことは、全く起こってなかったんですよ。まあ、ただ、えっ、ー、と、そうは言っても、業界が変わると。いろいろこう、やってる面倒くさいことが増えてくるわけですね。飛行機の部品になった瞬間に、書類が山のように必要になったりとか。で、まあ、現場の人にしてみれば、面倒くさいことがどんどん増えていくるわけですから。まあ、嫌だったと思うんですよね。ただ、そこは、あの、経営状況とか、あの、売上とか利益とか、を本当に完全に社員にオープンにしていったんですね。 でそれを毎週のように全社員を同じ部屋に集まってもらってそれでこう対話をしていこうとみんなでそれを考えようっていうでそれでこう一体感を持って新しいところにチャレンジしていきたいなって。 っってやってやきましたねあのよくね改革に走った2代目 2>、はい、3代目の社長がですね、はい、みんなじゃ今までの中教員が辞めちゃったっていう、えーはい、そういう失敗談も聞くんですけども、はいうん、そういうこときなり経営者として入ったわけじゃなくてあの2年間ぐらいはあの普通に現場の社員と同じように機械を使って自分でもの物を作っていってでいろんなことを経験していって。 でいそういうなんですかまず使う言葉とかやってる経験とかの意識をこう合わせていくとこから入っていってそれでこうやっぱりこれは難しいんだよっていうことに対してその難しさを分かるというかそうですよ難しいですよねこの意識を合わせるところからやっていったんでなんでそんなに問題にはならなかったかなとは思ってるんですけどね。自分がまず どんなに難しいことをやらせようとしてるのかっていうことを実体験をして、はい、で難しいね、うん、みんなで難しいねっていうところを共有してそうで,す、ね、でもやろうっていう。でもや,るやるしかないよねって <laughs> <ー>、えー、うんやっぱりスーパーマンの社長がいてみんながそれに従うっていうのはやはりもうそれが動きも実は早いですし経営も。 ある意味やりやすいかもしれないですけど企業がやっぱり永続していくためには自分がいなくてまあ明日こう続くようで信じゃうかもしれないですしそれでも会社は生き残ってくれないと困るわけですよねなのでできるだけこう任せるようにしてていろんな仕事やっぱり任せていくと自分よりすごいとこう思った人がいっぱいいるわけですよあこの分野も圧倒的に負けてるなっていうのが見えてくるんですよねでそしたらもう会社の幅がどんどん広がってくるじゃないですか自分の殻に全部こう入れないってそういう意味では今最近 変わった人をいっぱい入れててですね。今新卒もあの本当に学歴関係なく、まあ、高校卒業してる方から大学院の人も間いますし、中途でも入ってきますし、面白い社員が個性的な社員がいっぱいいますよ。だからちょっと他の会社の人とかよく言われますけど、<laughs> ユキセミさん変な人いっぱいいるよねみたいな。はい。これからの製造業というものが。 より発展、成長ししてててい、えー、ていいいいくっうううううことにどういう思ででそういう組織をるんですかなんか私はこうガチガチの組織化しちゃうのとかは好きじゃなくてあの階層があって肩書きがあってその中でみんながこう動いててみたいなのは自分がそういうところにいたくないっていうのもあって窮屈だなと思っちゃうんで、まあ、そうは言っても完全にみんなが自由にバラバラなことやってると会社が成り立たないのでそこでちょっとあの思想とかですね文化とかそういったのをまとめて。 まあ今雪「雪スタイル」っていう、まあ、雪精密のスタイルってどんな感じなんだろうって本を作って、まあ、お客さんにはこうやって接した方がいいよねとか品質をに対してはこういう考え方だよねとか、まあ、そういう結構細かいことまで書いてあるんですけど「雪精密の雪」ってあのうちの創業者の奥さん幸恵さんって私の祖,祖母なんですけどそこの幸恵から取った名前なんですけどその「雪」っていうのが今の漢字の「雪」って と違っってあの幸せの雪だったんですよでそうするとやっぱり幸せ性別なんだよねってことで世の中が幸せになるようなものを作りましょうとかでそれを作ることで従業員がみんな幸せになろうとか、まあ、お客さんも幸せでいてほしいからそういう対応しなきゃいけない。まず会社っって何であるんだろうっていうところですよねミッションにあたるところというか、まあ、そこが一番のコアになっててでそこからこう展開していくような感じですね。その社員の皆さんもすごく意識 私がいないとこでも「まあ、雪精密的にはこうだよね」みたいな話があの普通にこういろんなことで起きてるんであいい感じだなと思って、うん、<laughs> 見てますけどしっかりと雪,雪スタイルというものが軸にある、はいはい、で、まあ、自由にやっていいよっていうような社長からの任されてるってい思いがあるやっぱり変わっていくものなんですか出てくるものは。うんうん、そうですねだいぶ変わっ でます、ね、変わりまし、えー、変わってることにだんだんみんなが慣れてきて、あの変わることをだんだん恐れなくなってきてるかなとは思ってますね。社長が来る前から、はい、そのいらっしゃるスタッフの方た,たちっていうのは、はいはい、今大変そのままいらっしゃるわけですよね。はいはい、今までにないようなものが新しく出てくるようになったっておっしゃる、うん、この変化って何なんですかそうですね。まあ私結構人の個性をすごい重視してて人間。 根本的にこの人は駄目だからいい人に変えてやるみたいなことは全然思ってなくて会社はどんどん変わっていくんですけど人間ってそんな急には変わんないですよ、ね、んであのでもともと持ってるいいとこが引き出せるとか生きるようなところのポジションにちゃんとつけてあげることでそこにこう一生懸命こう集中してやることによってそこって伸びていくじゃないですかそうするとみんなが「おお」みたいになって。 いくと思うんですよ非常にね一人一人の個性を重視して観察して、えーはい、適材適所っていうものを社長自らがすごく考えてるとはい、はい、そうですね結構考えてます<ー>そこは、うん、自社の強みを徹底的に検証その技術を磨き世界にアピールしてきた雪精密ますます盛り上がる宇宙ビジネスどのように展開していくのか雪精密は 2008年の航空宇宙産業店への出展などをきっかけに小型衛星や航空部品を受注現在では JAXA の事業を中心に国際宇宙ステーションの実験装置や補給機コウノトリの部品の製造に携わっている有機精密の成功っていうのは、はい、一つはまあこういう高いレベルのものに思い切ってはい、はい チャレンジするんだっていうことなのかなと思うんですけども、はいうん、何がすごいのかちょっとご説明いただけますかす、ね。ロケットエンジンなんですよね。で、ロケットエンジンって言うとあのすごい大きなロケットがかバーッとこう上がっていくイメージがあると思うんですけど、ロケットエンジンって小さいものだと本当に指先くらいのものまであって、これはあの主に宇宙空間で例えばロケットの姿勢を変えたりとか。 まあコーの人工衛星やったらこれが推進機になるようなものなんですね。まあ燃料と酸化剤っていうのがこの中で混ざってそこに火がついてまあバッとこう燃えるんですけどまず一つ前提としてはこれものすごい熱くなるんですよ。あの普通の金属は溶けちゃうんですね。鮮度とかでも使っても全然大丈夫な金属で作るわけですね。でそういう金属っていうのはあのものすごい加工が難しいんですよ。耐熱合金って言うんですけど燃料と酸化剤がこう 斜めにこう出てきてぶつかるんですねで、そこがちょうどぴったり当たってないと燃焼効率が上がらないんですよでロケットっていかに燃料を水力に変えるかどのぐらいの効率で変えるかっていうのが重要なんで,で削りにくいけど精度をぴったり出さなきゃいけない立体的な精度がすごく必要な部品ですねでもある意味ですね一点ものじゃないですか、はいですね、っていうふうに考えた時によほどこう応用っていうものを考えていかなければ、うん 儲からない。はい。これは今後どういう展開をしていこうという思惑があるんですか。いろんなこう、小さい絵をいっぱいあげるっていうのが。まあ、トレンドとしてはあるんですね。で、そういうところに向けた。あの、推進機だったりとか。コンポーネント、あの、いろんな。その部品ですね。を作っていこうということを、今。やってるところですね。出口のところを見つつ、今開発を進めているものが多いですね。宇宙開発って、昔から国が主体で動いているところが、だんだん民間に。 降りててきたかなっていう気はしてますねそんな中でいい時代にいいタイミングでやり始めたかなとは思ってますけど、えー、まあ JAXA、まあ、そういうものに関わるのは、はい、まあ本当に一点ので採算、まあ、度外視で、えー、ある意味こうブランドであるとか広告宣伝であるとか、えー、そういうようなところから、はい、昔と違って宇宙、はいはいね、ビジネスというものが本格化してくると、えー、今民間でもねロケット打ち上げるんだっていうふ、はい、うにベンチャーがすっごい起こってると。はいはい 低軌道の、ね、衛星をもう例えばイーロン・マスクさんなんかが1万機打ち上げてでもう車も全部コネクティッドになっていくんだとそういう世界になっていくっていうことを想定していって、はい、まず目のつけどころがあって、えー、そこにある意味研究開発費を投じて勝負したと、はいはいはい。運もすごくあってですねあの私たち航空に出ようと言い始めた時に航空部品何も作ってない状態でいきなり航空宇宙に出したんですよね。 そしたらその航空中継に出したブースの通路の反対側があの三菱リージョナルジェットのブースだったんですよ。まあこれは本当に奇跡的に運が良かったなと思って。要はそこを通るお客さんは左側に三菱リージョナルジェットのブースを見て右側に部品がとりあえず並んでいるものが見えるわけです。そうするとまあ頭の中で勝手にこれを結びつけちゃうんですよね。あの <laughs> 航空機の部品じゃなくなくてもあ航空中継だし三菱の前にあるし。 これは本当に航空機の部品やってるんだろうなっていう目で最初からこう見てくださるとでそこでこううはつけないので今こういう電気業界でこういろんなものやっててでその時にすっごい難しい部品とかサンプルで持ってったりしたんですね。 でこういうものができる技術があるか何かで使えないですかっていうところから始まってそこでたまたまあのジャクソンの人が通りがかったりとかしてまあこれも運が良かったですよねそこがその難しいサンプルを見てこれすごいねって話になってこんなのができるんだったらうちのこれができるんじゃないってことで仕事につながったりとか、うん、目利きの人たちがね、はい、あって思わせるっていうね、えー、でそれをしっかり掴んで、はいはい、お話こうつなげて、えー、で製品化に結びついていったっていう。はい ことですよね。そうですね。あとこのコノトリの方、はい、これはどこが難しいところなんですか、ね。そうですね。これちょっとすごく変わってる部品でして、あのー、まあ太陽突出するカプセルの姿勢を変えるためのあのー、ガスが出る出口のとこなんですね。この中に曲がったパイプみたいなのが入ってるんですね。で、それを一体で作るんですよ。そうそう内部構造がすごく複雑なものを一体で作るので。 これ実はあのチタンの部分は 3D プリンターで作ってあるんですね。ただ金属の 3D プリンターって実際表面がザラザラになっちゃうんですね。重要なところっていうのはザラザラではなくちゃんと機械加工で仕上げようと精密加工をしようと要所要所のところをあの精密加工で仕上げるとそういう金属 3D プリンターと精密加工のこうハイビットで作ったものなんですよね。こういう作り方をする部品が特に宇宙関係は増えてましてまあ何年も前から研究開発でやってて。 ようやくあの実際に使われたっていうものですね。えー、まあ 3D プリンターでまあどこまでを作って、はいはい、でそこをね自分たちで作るところとこう、はい、合わせなきゃいけないわけですもんね。はいはい、これは簡単なことじゃないんだそで、ね、いその難しさを気づいてくださる方はなかなかいらっしゃらないですよ。<laughs> <laughs> あの,あの本当におっしゃる通りそこは本当に難しくてでそういうところが実はノウハウなんですよ。でいろんな工夫があって。 でまあ、こういっったものがが出来上ててく町工場からやっぱりこう世界宇宙っていうところに、ねえー、つながってで、うん、さらにこれからも世界中に広がっていくっていうことをね追いかけたいと思っている中小企業たちがいっぱいいっぱるはずなんですよ、うん、中小企業が付加価値の高いものづくりに転換して生き残っていくために、うん、やっぱりこういうことがやっぱり必要なんじゃないかっていうことを、うん、一つか二つかですね、うん、ポイントをあ,たあ,たあ上げていただけたらい 一つ言えるることは時間がかかるんでですよ非常になんであの長期プランを立てた方がいいかなと思って諦めないと言いますか今私たちがここまで来るまでに10年以上かかってますし事業自体は赤字でももう信念を持って長期プランで考えててここに行くんだと思って何年かかけてやっていく時間軸っていうのを一回ちょっと頭から外してしまうと大体かなわないことがないとは思うんですよ。あとは壁は絶対来るのでまあ壁っていうのは戻るための壁じゃなくて乗り越えるために出てくる壁なんで。 あ、また乗り越えるべき、あの壁が出てきそうなっても、最初から乗り越えることを前提に考えていくというか。戻るためにあるものじゃないというか。なるほどね。とはそうですね。やはりマスコミに出ることっていうのは外部評価として、すごく。ポジティブ側に働くこと、ではあるので。新聞の連載とかのオファーがあった時には、一生懸命これをずっと書き続けて。そういう意味では、経営者が、そのメディアなり、こう世の中でどんどんこう自分たちの会社をアピールしていくっていう、はい。はい 行動は非常に重要になってくる、はい。あ、すごく重要だと思いますね。人に知られない技術ってないと同じなんですよね。技術を作ることは一つすごい重要なんですけど。あのアピールすることも同じくらい重要で。すごいいいもんできたと。 でもこんなのは売れなくたって勝手にそれに気づいた人が買ってくれるんだって思ってる人が結構多いんですよね。やはりあの作ったものは同じぐらい頑張ってアピールしなきゃいけなくて、外部からどう見えてるかっていうのが社員にとってもすごく重要なんですよね。社員の人も社長がいいことばっかり言ったって、まあ社長はそれは自分の会社いいこと言うよねって思うじゃないですか。でもやはりそれが、例えば地元で言うとタウンニュースみたいなやつにうちの会社が載ってたのが、 近所のママに言われたとか、そういうのってすごく大きいことで。ね、あ、なんかそういうところはすごく重視してやってますね。ものづくりの可能性と。町工場の底力を信じる大坪社長。雪精密のビジョンとは。 ここれからこうどんなことをやりたいどんな会社にどんなふうにしていきたいんだっていうビジョンをちょっと最後に、うんはいはい、やはり今世の中ってものすごいいろんな問題抱えてるんですよねエネルギーの問題、まあ、人口の話だったりとか食料問題があったりいろ、まあ、んなことをですね私たちはものづくりの側面から作ったものによって解決できないかなと思ってで例えば脊椎のインプラントっていうのがあって背骨すごく体に。 負担のかからないような手術の方法で背骨にマスクリを打って治療するようなまあ手術の装置を開発したりしたんですけど高齢化問題に対しては背骨がちゃんとするっていうのはすごくまあ健康寿命も伸びますしいい解決方法の一つだと思うんですねそれはものづくりの側面から例えば宇宙のゴミ掃除も結局宇宙にあるスペースデブリって人間が出したものなんでこれを誰かはやっぱ掃除しなきゃいけない 宇宙の環境問題の解決だったりとかあとやはりやりたいこととしてはエネルギー問題を何とかしたいとは思ってるんですねで、まあ、原子力に依存しないで地球の中ってマグマじゃないいでですすすかものすごいエネルギー持ってるんですよねそれをマグマグを直接あの電気に変えるような、まあ、マグマ発電っていう方式とかそれこそ鮮度とかになっちゃうんで鮮度でも その時には耐熱合金を削る技術が役に立ちますしでそういう世の中の問題っていうのをですねものづくりの力で解決できるようなものをあの少しでも多くあの出していきたいなと思ってるんですね。 いや今日は中小企業が生き残るヒントがたくさんありました。会社を立て直すときに自分たちの強みはどこにあるんだと社員全員で話し合ったと。でも自分たちのやっていることっていうのは当たり前でなかなかヒントはないんですね。そこで取引先にですね回って自分たちとなんで付き合ってくれてるんですかっていうことをですね聞いて回ったと。まあそこで自分たちの強みというものを客観的にまあ認識すると。 そしてそれをものづくりに生かししててリスタートしていく、まあ、それだけではなくそれをじゃあです、ね、自分たちの持っている技術サービスというものがどんなものなのかということをです、ね、しっかりと世の中にアピールしていくと。 まあ本当にですねインタビューの中でどんなに素晴らしい技術も知られてなければないも同じなんだと、まあ、そんな風に言ってましたけれども自分たちさえいいものを作っていれば認めてもらえるなんていうのはやはり傲慢になっていくわけです。まあ、それをしっかりやった結果ビジネスチャンスが生まれたと。で、ね、見本市にブースを出した自分たちはラッキーだったと。が、ね 近くにいたと宇宙関係の人たちがどん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 動線で通っていって商談につながっていったとでもこれ単なるラッキーじゃないんですねやっぱりそういう当たり前のことちゃんと積み重ねていって実践していった結果そういうチャンスに恵まれるっていうそういうことなんだと思います社員全員でですね会社の未来を考えていくこういうまあスタイルをとっていくと会社の未来というのが生まれてくるんだなというふうに思わせてくれた会社でした。